ある場所に行って食べまくってきたのでご覧ください。どうぞ。今空を飛んでいます。じゃーん。どこに向かってるでしょうか。正解は、はい、こちらです。韓国です。韓国に行ってきました。初めてです。そう、行きの飛行機で機内食が出たんですけど、そこではなんか野菜の詰め合わせみたいなポトフが出てきました。すごいね、温かくてブロッコリーとかも美味しかったです。あ、これはね、野菜ひたすらコーンを食べてました。全部食べたけど。そう、これはなんか飛行機の前にゲームがついてて、ゲームをやっています。すごい真剣ですね。うわ、負けちゃったみたいです。すごい悔しそう。あ、そう、これ熊がすごい綺麗でしたよ。そう、これは、まあ、韓国に着いたみたいなんですけど、バタン、本物のバタンに入ったみたいです。これなんか初めてこんな綺麗なピンクのバタン麺を食べたんですけど、とても甘くて、なんかピンクだからイチゴだったのかな、味がイチゴ味で、すごく甘くて美味しかったです。イチゴ味です。美味しい。なんか、これもある、チョコだ、おいしい。下はイチゴになってるみたいです。わー、中が切り出しだ。でもね、形もすごい可愛くて、女の子がすごい好きなんじゃないかなと思います。ほんと、わー、なんか濃厚すぎる。食べる？いらないの？あうん、あ、そう、これはもう5分しか動画がないので、さっさとできますよ。すごい食べてる。寒いのに甘いもの冷たいのに食べたくなる。これはね、すごく美味しかったんですよ。なんかモッツァレラチーズ、モッツァレラチーズが中に入ってて、アメリカンドッグみたいな感じです。なんか外がサクサクで、中がとてもなんか牛乳っぽい味がして、とても美味しかったです。これはちょっと反射して見えないんですけど、なんか卵パンみたいな感じで、卵が中に入ってて、外の生地はホットケーキみたいで甘かったです。真っ白で何も見えない。いただきます。そう、カステラですね。カステラ、なんか中にカスタードクリームが入ってました。本当に出来たてをくれるので、とても寒かったんです。すごい韓国がとてもね、暖かくて美味しかったです。カステラが中に入ってる。カステラじゃない、カスタード。あ、チキンですね。これはチーズのチキンで、とてもなんかこれも出来たてだったんですけど、あ、これもね、出来たてでとてもサクサクしてて美味しかったです。あ、これはこれ今買ってあるトッポギで、次がチーズですね。でトッポギチーズ、トッポギチーズ、トッポギチーズっていう順番につながってて、なんかミルクのクリームがかかってます。とてもなんか独特な味で美味しかったです。あ、もう帰ってきたみたいですね。すごい疲れたのかな。せーの、運動してますね。やっぱり食べた後はしっかり運動しないとね。最近は約 1,2,3,4
90、89、90、89、90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 
韓国の食べまくりいかがだったでしょうか。食べた後は皆さんしっかり運動しましょうね。バイバイ。